ったねよ。あったねよ。お餅です。はーい。ということで、皆さん、新年明けまして、おめでとうでーす。2024年になりましたね。はい。はい、毎年ね、新年に出す動画恒例の2023年どうだったからいきましょう。はい。じゃあ、2023年どんな年だったを一人一人ね抱負を元に言っていただこう。じゃあまずはブーちゃん。ブーちゃんは健康に気をつけたいと、仕事と YouTube 両立したいっていうのと、 YouTuber としてのイベントやりたいっていうのと、ドリフト動画を撮りたいっておっしゃってましたが、2023年どうでしたか。2023年はね、はい、何も達成できてないよ。健康はまあまあまあ、うわっ、ええあ、まあ僕コロナになったんで一人だけ同じ状況のとこ行ったの一人だけな。あの一人だけコロナになりまして、しかも同じ時期に一昨年とまたその時期になって、まあ健康はコロナぐらいかな。あ、でもその体壊してとかなんかそういう気はなかったんで、まあまあ今年もね健康に行けたらいいなって思います。YouTube との両立は正直できてないかな。ただ仕事の方は個人的にはすごいうまくいった年かなって思ってますね。まあ昇格もして、次社長になるか、次、そうだね、次会社買収して取締役、そうだね、社長だね、社長、会長、会長、やすい、まあ、5年後ぐらいにはやっぱ会長になれるかなと思って、そういう頭で今頑張ってるんでね、はい、でまあどうやろうな、 YouTube ね、まあ、今年こそは YouTube 頑張っていきたいかな、撮影もろもろ。てか思った、俺そもそもゲームやめたから、これね、ゲームやめたら多分 YouTube も撮れるんですよ。あ、つまりそれは今まで忙しいって言ってたのはゲームのせいじゃん。つまりゲームのせいだね。やっぱりあのゲームっていうのはね、良くないんですよ。本当にマジでね、これ前も言ったけど、ね、そうゲームは良くない。よく言えば最強の娯楽だもん。そうそう、最強の娯楽だからやっぱりそっちに負けちゃうじゃん。やっぱり YouTube もさ、一応ね仕事ではあるじゃん、うん、仕事としてゲームやるんだったらいいと思うけど、俺らゲーム実況者でもなんでもないから、やっぱりゲームはちょっとダメだね。ゲームやめたから、とりあえず今年は YouTube 頑張って、サブちゃんの更新も頑張って、今年こそはドリフトしたい。じゃあ続きまして、リュウちゃん、はい、リュウちゃんに関しては75万人チャンネル登録者行きたいって言ってたのと、怠けるっていう字が今年の漢字だったから努力の度に変わるようにしたいって言ってましたが、どうでしたか2023年。まずそもそも今チャンネル登録者いくつになったか分かんないです。そもそもの77万人で、ありがとうございます。めっちゃ精力ありがとうございます。でもう一つの、うん、あの怠ける土をドにする楽しですが、うん、はい、怠けるじゃなくなったかもしれないけど、ドにはできてない。ちなみに2023年は漢字一つに例えるって何だろう。止める。いろんなこと、もうなんかもう遊びたいし、勉強とかだるいから、うん、遊びたいしゲームしたいし、うん、みたいな、なんかそれを求めたくなるようなみたいな。なるほどね。けど、うん、少なくとも、うん、怠けるって字ではなくなったとは思うけど、うん、よくはない感じだね。どまでは行き着かなかった。全然行き着いてないね。まあでももうちょっとの辛抱じゃない？ここあとどう？早かったら1ヶ月、3ヶ月。長くてももう2ヶ月ぐらいやろ。辛抱。頑張ろう。続きまして、ひめちゃん。ひめちゃんは勉強を頑張りたいっていうのとコラボをしたいっていうことでしたね。勉強頑張った？勉強頑張ったね。頑張った。ねえ、うん、成績頑張った、頑張った。頑張ったね。コラボは、アミカちゃん、うん、だけだった。アミカちゃんとコラボしました。したでから、まあ一応目標は、まあ、達成ですね。はい、じゃあ続きまして、ママは、笑顔を保てるようにしたい。っていうのと、うちのチャンネルといえばの企画を増やしたいっていうことでしたね。まあ、うちのチャンネルといえばの企画って、例えば何？あ、あの、職業体験。あれね、意外にね、親戚ちゃんからの受けがあまりよろしくなくて、あ、伸びないってことね。あ、そうなんだよね。だから結局うちのチャンネルってみんなと共に作ってるチャンネルだから、やっぱり親戚ちゃんが求めてるものと、うちらがまあ出したいものの極力一致してるものを出していかないと
意味がないというか、やっぱ姫の部屋の片付けやっぱ綺麗の部屋の片付けかな、やっぱそういう生活感ある方が好きなんちゃう。 あえて何かをするっていうよりも私生活なのかな、一日のルーティーンをめっちゃ伸びるじゃん。夕飯食ってるやつもまあ見るしな。だからちょっとね、あのうちのチャンネルといえばの企画を増やしたいっていうのはまたちょっと別の方向で考えていかないといけない。それこそね、月に1回は夕飯の動画を撮るとか、なんかそういう方が多分需要と供給が合ってるかなっていう感じかな。まあ、笑顔に関しては常に保てるんで、目標達成かな。では2024年どんな年にしたいですか。じゃあ姫ちゃん、ハッピーな年にしましょう。ハッピーな年、なかなかだけじゃないか。え、なんか具体的な目標とかないの、具体的に。とりあえずも成績オール5です。うわー、大きく出たね。じゃあ続きましてブーちゃん、目標でしょ。うん、目標そうだね、2024年の抱負。うん、まあドリフトすることでしょ、まず。めっちゃ無視する。めっちゃドリフトする。ドリフトすることと、YouTube の撮影を増やすことと、あと俺もちょっと国家試験受けなきゃいけないから、仕事上。そう、国家試験の資格が必要なんで、まあちょっとその資格を取ります。はい。おお。はい。じゃあ、続きまして、ママ。はい、ママは2024年は星野愛ちゃんになります。愛すぎりゅうちゃん。なるほど、まあ、受験に受かれてんのも、まあ、そりゃそうなんだけど、ただあの受験受かるだけじゃそのダメだから、やっぱ数学したいよね。んどういうこと、豊富だよ。ん、あ、いや、数学したいからたくさん数学しようかなって。具体的に昨年、はい、あの一点足りなくて取り損ねた数研準2級ね、数研準2級一次試験は合格したんだけど、二次試験がね一点足りなかったんだよね。惜しい、惜しい。じゃあ悔しいね、一点足りなくて、なんかもう今年こそ取りたいなって、さすがに、いい、はい、っていうのと、まあ、やっぱり受験生だから、あの健康でありたいな。健康大事だね。おもちゃん、おもちゃんは、おもちゃん健康、アイドル系、おもちゃんはパテラになりませんよ。パテラになりませんように。私はね、ずっと可愛くいるね。可愛いね、可愛い、可愛いね、私。あ、よし。まあそんなこんなでね、この2024年はまた多分ね、りゅうちゃんは前半は受験がありーの、まあ、高校へ入学がありーの、ちょっとまた環境が変わってくるからね、このチームチャンネル今後ちょっとどういう方向性でいくのかとかね、その辺ちょっとりゅうちゃんが思い描いてる高校生活が遅れるとしたら、まあまあ勉強で忙しくなるから、ね、確かにどうなるかなっていう感じだけど、まあまあまあ、しかもさ高校じゃん、高校生だからさ、今までみたいにこう小中ってまあ一緒やん、言うたらほぼ、高校生になるとやっぱこうバイトしたりとかさ、もしかしたら出てくるかもしれないでしょ。バイトはさせないよ。え、バイトはさせないよ。させない。ママが払ってくれるって。どこバイト？いや、そもそも高校がどうかわかんないです。ああ、そういうことね。まあいいかどうかわかんないと思う。いいかどうかわかんないし、まあちょっといろ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 ね。ああ、リスクね。いろいろリスクが。アスタリスクね。わかるか。ちょっとわかんない。わかんない。やばすぎる。まあまあそんな感じで、高校生になるとね、ちょっと環境が、そう、忙しくなると思うから、まあわかんないけど、とりあえずはりゅうちゃんの第一志望合格に向けて、うちらはねバックアップをねしていきたいと思いますので、りゅう頑張ってね。まあ体調崩さないで頑張って、受験日に退職ですよ。いやー、ありえるよね、それは。でもあるって聞いたことあるんで、本番に弱い子とかだとね、結構近づくにつれて体調崩しちゃったりするから、本当ドキドキしてきて、そんなに本番よくない、本番怖いよー、あー、すげー怖い。はい、ということで、よかったらチャンネル登録と高評価、バイバーイ。